グニエズノドク・ムソンは、ポーランド・ビエルコポルスカ県の町で、グニエズノ軍の行政中心地、グニエズノとも書かれることがある。かつては、ポズナン県に属した、ポズナンの東方5 0トルにある、旧石器時代後期より人類の定住が見られた。8世紀、レフ級とマイデン級に、初期スラブ人の定住地ができた。10世紀初め、スラブ神話の聖地が、 この場所にあった。レフ級に940年以前に、公の要塞が作られ、周囲をいくつかの武装した、定住地とそうでない、開けた、定住地とが囲んでいた。ポーランドの伝承では、レフ、チェフ、ルスの三兄弟が定住する地を求めて、荒野を探検していた。突然、三人は一羽の足が、てっぺんに止まった、多くの木が丘の上に立っているのを見た。レフが言った、 この白いワシを定住地の紋章にしよう。そしてこのカシの周りに私たちの砦を作ろう、と。そしてワシの巣にちなんでグニエズ殿と町を呼んだ。チェフとルスはそれぞれの定住地を求めてさらに旅をした。チェフは南へ向かってチェコの地を発見した。そしてルスは東へ行った。10世紀、グニエズノはポーランド国家を起こした初期パアスと朝の主要な町となった。 千年、この地で、グニエズの会議が開催された。当時は、ポーランド公ボレスワフ一世が治めており、神聖ローマ皇帝夫を三世を迎えた。皇帝と、公は、グニエズのニポーランドカトリック教会の広塚さ教区ができたことを祝福し、同時にポメラニアのコーブジェク、シレジアのブロツワフ、マオポルスカのクラックフに司教区を作った。後に、 1968年から、すでに実在していた西ビエルコポルスカのポズナンの死教区を認可した。19世紀のグニエズノ・グニエズノ大聖堂コーデックス、ウリアス・ネンシス・グニエズノ大聖堂・グニエズノの,の扉、EN ・コネズナ・ドアーズ10世紀のグニエズノ大聖堂は、1024年のボレスワフ1世と1025年のミエシコ2世、ランベルトの大冠式の舞台となった。1038年には、 ボヘミア港ブレチスラフ一世によって、グニエズノと近郊のポズナンが略奪に合い破壊された。そのために、時代のポーランド君主らは首都クラクフへ移した。大司教教区聖大聖堂は、1076年に、退官したボレスワフ二世によって再建された。続く、次の世紀、グニエズノは、ビエルコポルスカ東部の地方中心地に発展し、1238年には、 自治体の自治権がビエル・コポルスカ・コーブ・アディスワフ・オドニツから授けられた。1295年と1300年、再び大聖堂で、大冠式が行われた。グニエズノは、ポーランド・ドイツ騎士団戦争の最中の1331年に、騎士団によって、再び破壊された。その後の行政改革で、町は、カリシュ県、14世紀から1768年まで、 続くの軍となった。1515 15年と1613年、グニエズノは大火に襲われ、17世紀から18世紀のポーランドスウェーデン戦争で街を破壊され、1708年から1710年にはペスト大流行に見舞われた。これらの出来事が原因で人口減少、経済衰退につながったが、18世紀の間にグニエズノはすぐに復興し、 1768年には、グニエズノ県となった。1793年の第二次ポーランド分割で、グニエズノは、プロイセン王国に並行され、南プロイセン州の一部となった。ナポレオン戦争の間は、ワルシャワ大公国に含まれたが、ウィーン会議後の1815年に、プロイセンに復帰した。グニエズノは、その結果、ポズナン大公国のグネーゼン地区として支配された。 ベルサイユ条約後の1920年1月10日、町はポーランド共和国の一部となった。1939年10月26日、ポーランド侵攻によって、ナチスドイツはグニエズノを併合し、ドイツ国のライヒスガウバルテラントとなった。1945年1月、赤軍が町を占領、ポーランドに復帰した。カトリック教会のグニエズノ大司教は伝統的に、 ポーランド主座司教とされる。ポーランド分割後、大司教座はしばしば別のチポズナンワルシャワの司教座と組み合わされた。1992年、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は、ポーランド異界制度を再編し、国エズノは、もう一度大司教とは別の司教を抱えることになった。国エズノワルシャワの拡大司教を歴任し、ワルシャワ広塚左教職を兼ねたままであった、数奇教。 ユゼフ・グレムプは退任するまでポーランド主座司教職にあったが、現職のグニエズの大司教、ヘンリック・ムシンスキは伝統からポーランド主座司教を務めている。ありがとうございます。